眼科医の平松です。その照明目に悪くないですかっていうことで、あなたの生活している中での照明、どんなものを使ってるでしょうか。普通に、まあ賃貸で、まあ僕も賃貸ですけど、シーリングライトで、ついてるものを使ってるっていう人が多いと思うんです。一方で、まあ結構こだわり持って、まあ目のためにこういうライト使ってますとか、ちょっといいのかわからなくてこういうの使ってますっていう人もいると思うんですね。どういうライトが目にとっていいのかとか、まあ、日常生活の中でのライトの役割とか、まあ照明ですね。役割とか使い方について、解説するので聞いていただければと思います。まず、どういうのがいいか悪いかについては、まず、良くないのに関して言うと、あまりにも強すぎるライトや逆に暗すぎるライトっていうのは良くないです。どのルックスだったらいいのとかっていうと、結局それはライトとの距離とか状態によって依存してしまうので、まあ一般的な明かりがあれば、まあ十分だと思ってくださっていいとは思います。じゃあ明るすぎると何が悪いのっていうと、それは目に光のダメージが加わりやすいからです。でも、日常生活のライトって、そんなに太陽光と比較するとエネルギーって強くはないわけなんですね。まあ、よくテレビとか、まあ、いろんなライトがブルーライトを発してて悪いよとかって言いますけど、まあ言うほど大したことないので、距離感の方が重要だと思っていただいた方がいいと思います。つまり市販されているライトそのものが通常の距離で使ってる限り、あなたに目にとって負担になることはあまりないです。一方で、そのライトが非常に近しい状態にある。まあ、例えば、シーリングライトとかを使っているんだけれども、どうしても、席とかの関係上、もう本当に直上で、もうすぐ近くになってしまうとか、まあ、こういうものは良くないし、直に目に光が入ってくるっていうのもあまり好ましくはないんですね。どちらかというと、反射光で我々は見るのが一番目にとっていいことなんですよ。光ってる画像そのものを目で見るってことは、あまり良くない。だからこそ、まあ、テレビとか、パソコンとか、スマホとか、まあ、そういうのってちょっと良くないよってよく言われるじゃないですか。何が良くないかっていうと、デジタルで作られたものだからじゃないんですね。そうじゃなくて、光るものそのものを見に行っているということ自体の問題であって、デジタルっていうのは点滅してるという点では悪いところはあるんですけども、まあ、そういう、まあ、問題点があるというふうに思ってください。そして、できればより良い光にするにはどうすればいいか。それは、ライトを調整できると、本当はいいです。光を調整できると。人間は本来、太陽が出てきて起き、太陽が沈んでって寝るっていうのを、もうずっと繰り返してるんですね。5年、10年とかじゃなくて、もうおじいさん、ひいおじいさんとかじゃなく、もっと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 昔からずっとそれに体に刻み込まれてるわけです。その太陽というのは通常ゆっくり上がってきて、で、日が出て、ゆっくり落ちていく。この流れなんですよ。っていうことは、お部屋にね、太陽光が入って、で、降りるようになってればこれいいんですけども、そうじゃなくて、ライトで一日の光をやってる場合、できれば、まあ、緩やかに光をやってくって朝は、まあ、結構時間がなくて辛いって人が多いので、せめて夜間、緩やかに光を落としてあげるといいわけですね。つまり私の部屋で言うと、まあ、この光からパンと消すではなくて、まあ、緩やかに光が落ちてって暗くなってくる。まあ、こんな感じの状態にしていただけると、まあ、一番いいかなっていうふうに思います。じゃあ、どういうふうにそんなことすればいいの？できないでしょ？で、意外とね、まあ、ちょっとお値段張るんだけれども、シーリングライトとかでも、こう、光の段階を調節できるリモコンとかで、っていうようなものもあるんです。間接照明とかを使っていただいてもいいですね。まあ、ホテルとかだと結構よくありますよね。メインの光があって、まあ、それ以外にデスクの光であるとか、足元灯であるとかっていうふうに、いくつかの光がある。まあ、こうしてあげると、まあ、バランスをだんだん下げて、そして睡眠へと持っていけることができるので、そういう意味でいいです。っていう風に光の段階を徐々に下げていくっていうのがいいと。さらにもう一個言えることとしては、寝るときはできる限り顔に光を当てない方がいいということです。もしそれがなかなか難しい場合は、アイピロー、ね、まあ、いわゆる眼帯じゃないですけど、目を隠してあげるようなものを使って寝ていただくっていうのもいいです。なぜそれが重要なのか。目の光が浴びてしまうと、やはり睡眠の質っていうのが下がりやすくなってしまいます。
ってなってしまうと、普段の疲れを取ったりとか、まあ、そういうのが難しくなってしまうわけですね。なぜかというと、人間というのは光によって一日のリズムを作っています。光が出て、まあ、ブルーライトがメインなんですけど、それを浴びて、そしてしばらく時間が経って夜間になってきて、メラトニンという睡眠のホルモンが分泌されます。それによって深くしっかりとした睡眠をとることができるんですね。メラトニンというのは非常に重要なホルモンで、まあ、日本でもメラトニンに関連するようなお薬が処方薬として、まあ、睡眠の質が悪い方、睡眠が取れない方に処方されたりもするんですよ。海外とかだとメラトニン自体がサプリメントとして売っていて、睡眠の誘導に使われたりすることもあるわけなんですね。だからこそかなり睡眠、寝るってことに関してはこのメラトニンは重要であるっていうふうに思っていただけるといいので、光のリズム感を考えていただけるといいかなっていうふうに思いますね。もう一回まとめると、光自体を直に見るような光設定、光の置き方の設定っていうのがおすすめできない。さらには段階を経て暗くできるといい。まあシーリングライトでライトをだんだん減らしてもいいし、間接照明みたいのを使ってもいいと。できれば夜間顔に光が浴びないように。まあ先ほど言った間接照明でもいいですし、ちょっとしたライトみたいな100円の僕がいつも紹介してる、まあこんな感じのね、こんな感じの100円のやつとか、まあ、こういうのを利用していただいて真っ暗にして、トイレに起きるときだけこうやって使っていただくみたいな方法もありかなっていうふうに思いますね。それ以外に光の色ってどうなの？青だとやっぱり良くないの？っていう質問もあったりします。細かいことを言うと青めの光よりは暖色系の方が好ましいは好ましいです。ただしその差はかなり微差なので、まあ、そこはあなたが普段生活しやすいかとか、まあ、そっちを優先させていただいていいと思います。あえて言うと食事とかね、食べ物を取る場所では青色のライトは避けた方がいいです。やっぱり美味しくなく見えちゃうんですね。よく皆さんがスーパーとか、まあ、いろんなところで行って、まあ、美味しそうだなって言って買って家に持ってくると、なんか思ったことでもないなって思うことってあると思うんですよ。まあ、特にお惣菜とか、まあ、そんなのありません？まあ、僕よくあるんですけど、分かってても騙されちゃうというかな。これ何でかっていうと、スーパーとかだと美味しく見えるライティングをしてるわけですよ。どちらかというとオレンジとか赤みがかった色をメインとしたライティング。一方でフレッシュさを出す場合は青系のライティングですよね。だからお野菜とか、そういうものであるとそっちのライティングを使うことがあります。そうすることによって、まあ、青系とかだと、まあ、食欲をそそるわけじゃないけどフレッシュさを演出できると。一方で食欲をそそるような美味しいような感じを出すんであると暖色系、あったかいような色合いの方が、まあ、目にも優しいし、まあ、食事をとるという場面においても、まあ、好ましいかなと思います。ただ、まあ、そんなにねお家広くて食事の場面と日常生活の場面とそんな光変えられないよっていう家の方が多いと思いますし、うちも無理ですね。なので、まあ皆さんも、まあ大きい家とか地方とかで、大きいお家に住まわれてる方とか、まあそういう方の場合だったら、ちょっとそれを気にしていただいたりとか、まあどっちか今選べて、どっちにしようかなって場合はご参考にしていただけるといいかなっていうふうに思います。まあ、今日は、ライティング、照明が目に与える影響、そしてどういう照明の方がいいのか、どういう食事の方がいいのかっていうことについてお話ししました。まあ、もう一回まとめると、光は強すぎるのは良くないけれども、とはいえ、まあ、なかなか強すぎるのは多くない。だからこそ目に直接入れないような光の方向性とか場所の方が重要であるってこと。そして光に関して言うと、だんだん暗くして寝ていくのがベストであって、寝ている時には顔に光が来ないようにするといい。まあ、アイピローとかも一つの方法ですけれども。で、まあ、食事とかを取るときはできれば青系よりは暖色系の方がいい。まあ、目にとっても全体としてはそんな傾向があると思っていただけるといいかなと思います。まあ、こんな日常自分でできるちょっとした光、そして普段の生活、食事、まあ、いろんなこともアップしてますんで、まあ、ぜひぜひそういう再生リストもあるので見ていただければと思います。よろしくお願いします。